こんにちは。突然ですが皆さんはアーサス・バンキッシュソウルというテーマをご存知でしょうか。血、炎、闇を有するテーマで、手札から対応する属性を見せることによって効果を発動するテーマです。自身と同じとなる属性を公開する効果、特定の属性を公開する効果はどちらかしか発動できませんが、いずれもフリチェで発動でき、当然ですが複数公開する効果の方が強いです。その固有効果から、手札誘発や単体で機能するファンクラトプスや怪獣なんかとの組み合わせがしやすいです。それでは各カードを見ていきましょう。まずは下級モンスターから。デッキの中核となるサーチ要員のラゼンは相手モンスターを破壊する効果もあり、使用していないエクストラモンスターゾーンと同じ重列に出すのが基本となります。エースモンスターやリンクモンスターにつながる展開のようです。 VS の効果を従前に使うために、デッキの VS を素早くハンドに集めるためにこのカードを何度も場に出すのが基本的な動きです。次のパンテラは簡単に手札から特殊召喚でき、バック除去も持ち合わせています。特殊召喚効果はベイゴマの上位互換であり、エクストラモンスターゾーンにのみモンスターがいる場合でも特殊召喚できます。バック除去はおまけみたいな効果に見えますが、攻術するコンティニューによる蘇生もできるため案外使いやすいです。マットラブは場に出ると VS 魔法罠のサーチ VS 魔法罠が豊富なため、展開するのか制圧するのかで選択するといいです。また固有効果はどちらも優秀、打点を下げる効果は永続に下げるので実際に使われると鬱陶しいです。また蝶のモンスターをバウンスする効果は強力ですが、自分のモンスターもバウンスしてしまうので注意が必要です。それでは上級モンスターとリンクモンスター全員が場の VS を手札に戻すことで特殊召喚できます。プルトン HG は何とも言えない効果を持っていますが、他の2体は優秀です。ドローやバーンができるヘビボーガーはフィニッシャーになり得て、エースモンスターであるバリウスはお手軽完全耐性かフリチェ除去を選べます。いずれも簡単に場に出てくるので、自分が使うと強く、相手にすると鬱陶しいことこの上ないです。またリンクモンスターは VS 名称を持ちませんが、 VS モンスターがリンク素材、お互いのメインフェーズに手札の VS を特殊召喚か墓地の VS をサルベージできます。展開も手札に見せるモンスターの確保もでき、そこそこ場持ちもいいので強いです。相手ターンの展開は魔法罠やモンスターの除去にもつながるため、積極的に使っていきたいですね。次は魔法カードです。デッキリクルートのできるステイクユアソウルや蘇生するコンティニュー、妨害のダストデビルと欲しいものを全て持っています。特にダストデビルの裏守備は場にいる VS の種類まで裏守備にするのはかなり強いです。他のテーマが欲しいものを全て持っていますが、ステイクユアソウルをサーチするカードが存在しないので注意してください。最後に罠カード、トリニティバーストは展開と妨害を兼ね備えたエクソシスターバビスのような罠ですが、手札からしか出せないことは注意。カラミティカイザーは書いてることは強いですが、対象に取る効果しか無効にできず、見えてると発動してくれないので抑止力という使い方になります。だいたい3000バーン飛ばしてくるので、 VS と決闘する際には覚えておきたい一枚です。積んでいく属性の優先順位ですが、炎や未知の順番です。炎属性はクリカルやウララ、闇属性はビーステッドやディークロ、地属性はジーやパンクラトプスです。また当然ですが、クシャトリラとの相性は抜群です。フェンリルを着地させながら手札のカードも確保できるので、誰が見ても強いです。またテーマの特性上、種族や属性がばらけているので、スモールワールドとの相性が良く、ラゼンのサーチはもちろん怪獣をサーチしやすいのは強いと感じています。適当なルートを通っても大体欲しいカードが手に入る感じです。それでは最後にデッキレシピを紹介します。雑に手札誘発や怪獣などの怪視察を採用しつつ、相性の良いセンサー万別を搭載しています。手札誘発の多さやめくり札の多さから高校も戦えるように組んでいます。破壊耐性と対象耐性を合わせ持つ相手は苦手なので、そのためにヌギャンを採用しています。相手に合わせて誘発を投げてテクニカルに戦う VS、 ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。